どうしよっかなぁ。うまくならないなぁ。あ、皆さんこんにちは、キワです。今日はスマッシュです。小野川さん、高尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかその感じできた、うん、ということは得意ではない。得意じゃないです。苦手です。まあ、スマッシュ得意な人います？まあ、僕は得意でネットプレイをするので僕そんなには得意、はい、最初から得意だったわけじゃないですけど、はい、まあ、練習しなきゃやっぱりね、数を打たないと上手くならないことですね。なぜかというと試合に行ってそんなに何球も打つわけではないですし、いくらダブルスやってもそのじゃあ1試合で20本30本スマッシュ打ちましたってことはないので、ね、ただその大事な場面で来る可能性があるからきちっと練習しといた方がいいっていうことですね。決め球ですよね、はい、そうですね、まあ、そこがミスするとミスしないとではもう大きな結果がね、はい、違ってますから相手もね全然違いますよ ね、 そうですね。やっぱなんとかロブ上げて、ね、決められちゃうかなと思ったところスマッシュミス相手がしてくれたらあれもうじゃあロブ上げりゃいいやっていう風になっちゃうんで、うん、はい、はい、スターテニスアカデミー、はい、ラストです。Please subscribe. やば。はい。うまい。ラスト行きましょうか。はい。行きましょう。どういう部分が逆に苦手意識を持ってしまいますか。なんだろう、力が入んないんですよね、上でこう打つときに。あ、まあ以前ね、あのサーブの時に肩を、ね、はい、あの痛めた経験があると言ってましたので、はい、まあ僕が一つあのキャちゃんに言うとしたら、はい、あの右手といわゆる利き手腕と左手がいきなりバラバラになってしまう。いわゆるその、離れてしまうっていうのが僕はちょっと気になったので、はい、いわゆる、あの、この右手と左手を、こう、同じように、右側にセットしてほしいんですね、はい。はい。これで、構えておいて、左手を、その後、打ちに行くときに、使うっていう方が、僕は一つおすすめです。確かにこうやって待っちゃってますね。はい。そういう状態で待つと、今度動きづらさも出てくるんですよ。うんうんうん、はい。野球選手の外野手が、こうやってこうはしないと思うんですね。もう下がるときは絶対グラブとかは自分の近くに置いてて、取るときになったらスッとやるのと一緒なので、はい、動くんであれば、自分のラケットを右構えて、右側にして、動いて、はい、で、ここにあればもう間に合いますので、そこから打ちに行くっていうイメージを一つ持ってほしいなと思いますね。はい。わ、はい、かりました。構えるの早いってことですかね。そうですね。セットアップが早すぎて。いきなりパッとこう行き過ぎちゃうのかな。そう、ね、固まる時間が長くて、はい、回らない。はい。ですから、こうタイミングがちょっとずれることがあるので、どうしても先に当たりますよね。当たります。うん、なるほど。もう構えてて、我慢できなくなっても先に打ちに行っちゃうから、だから待ってて、あ、落ちてくるこの高さを遠近感をうまく合わせて、タイミングよく自分でスッと、それこそ、サーブもそうでしたけど、高いところで変に取ろうとせずに、自分の腕とラケットが当たるところに来るまでタイミングを合わせればいいと思います。わかりました。ちょっとこう正面に。向きやすい、ね。そうですね。正面に向きやすい、はい。で、ラケットもちょっと立っちゃう。うん、ういわゆるこうまっすぐ立つ傾向が。それをこのサーブと一緒でちょっと斜めの方がいいですね。で、右側で捉えるイメージがあった方がいいです。はい、左を添えて、はい、セットアップして、そのまま右側で、はい。ちょっと僕やってみましょうか。はい、はい、お願いします。あと右側で、セットですね。横を向くというよりは、自分の右側にラケットをセットして、上体だけちょっとひねるぐらいのイメージでいいと思います。
止まんないですよね。固まらないというか。はい、ただ、いかに早くセットしたからミスしないじゃなくて、どれだけこのタイミングを合わせるか。で、このロブって、相手がスライス系のロブと、スピン系のロブを上げてくるだけでも、落ちてくるタイミングとか、あとはここは今インドアコートですから風ないですけど、外だと太陽、風で遠近感が非常にね、難しいので、そこで変に傾こう、早くっていうよりも、タイミングよく、この、いわゆるいつでも打てる場所にある方が僕はいいかと思いますね。まあ、ここは、まあ、ね、風がない。のもそうですし、はい、一回難しかったら落としてもいいです、バンって。まあ、まあ、こうやって来て、やりやすい環境にあるんで、こうやってみんなこう、打ちますけど、もし難しいなと思ったら、一回こう来て、落としても、打ってもいいです、そうですね。まあ、それがもうドライブボレーでも最悪、それはね、いわゆるオプションは持っといた方がいいです。はい、例えば外行って風が強く吹いてて、打てるなと思ったら打てないと、判断した瞬間に今みたいにね、ボールを落として打つっていうのもいいし、ストロークに下がって、ストロークで打ってからまたっていうのもね、一つもありなので。ボールが上からこう落ちてくるっていう、サーブは自分から下からこう上げて、そうですね。だからちょっと打ち方としては、まあ同じのようで、まあ少し違うんですけど、まああんまり低く取らない。低すぎてもダメだし、多分、キワちゃんこうやってきて、高い打点で取ろうとして、打つときに、足がすごい上がってるんですよ。だから力がすでにもう逃げてる状態でインパクトするから、この辺が力入んない。だから力が入んない。構えた時には、右足が少しこう折れるというか、はい、膝がこう曲がってる状態にしといて、力を溜めて、待って、一気に解放していくっていう。この待ちのこの状態で足がすでにこう上がってる感じがしたんですよね。少しこうダウンして、下からの力をもらうっていうのも大事です。ちょっとそのイメージでじゃあ、はい、やってみます、はい。打ってみましょうか。お願いします。お願いします。右側でいいですよ。右側に構えといてタイミング。もっと待ってもいいですよ。もっと待つ。もっと待っていいですね。大丈夫、大丈夫です。そうそうそう、ナイスマッシュです。そうそうそう。動き出すタイミングだけ測っておいてください。もっと右側で捉えていいよ。手が上がんなくなっちゃいます。こうやってやっとくと。うんうん、手が左どのタイミングで上げればいいか分かんなくなる。上げるというよりね、なんだな、こうやっておいて、はい、ここである意味タイミング取っておいて、動かしちゃった方がいいと思う。うん。で、動かしちゃった方がいい。止まらずになるんかな。うん。いや、でもね、なんか、僕は、うん、それ、変にね、こう、上げるっていうのが。万歳。うん。うん、いうよりも、なんか、俺はね、ここが離れすぎるのは良くないですけどね。手とこのラケットが近い位置にあるのはいいです。急に動くのが嫌だったら、じゃあこう待ってていいから、待ってやって、打つっていう、ちょっと一泊を置くっていうのもいいかもしれない。最初だけこの右側で待っておいて、で、自分のタイミングでスッとやったらもう動き出すっていう。わかります。もうちょっとやってみたらどうかなと思います。はい、はい、お願いします。OK、OK、いいですよ。そうそうそう。かっこいい、かっこいい。オッケー、かっこいい。フォームが一気にね。うん、おお、いいです。いいですナイスマッシュ。オッケー、高いところで取らないようにね。気をつけて。待って。オッケー、いい。ラスト行きましょう。はい、おいいです、いいです、いいです。打点が少し、ちょっと下がったところで打ち始めたんで。いい意味でね、自分に近くなったし、はい、変にね、この、よく言われるのが、自分の頭の延長上で打つってなるとね、うん、ちょっと左側すぎると思います。右肘にとっては。左側に倒れる感じがあります。自分の腕が右側にあって、斜めになれば、自然に自分の体の方に近づくので、変にこの肘が、ね、サーブでも言いましたけど、この近くに、はい、耳の近くに行って立てるというよりは、離して右側でうまくやった方がいいかと思いますね。僕はね、もちろんこの確実にここに来て強く打つっていうスマッシュだけではないじゃないですか。うん、やっぱりこの相手が深いボールを上げたり左右もあるんで、ちょっとね、絶対ここじゃなきゃいけないっていうよりも、なんとなくこの近くでいろんなとこで打てるように準備しておきます。うん、ちょっとずれたらスライスをちょっとかけたり、後ろだったら少し
あの、巡回転をかけたりっていうこともして、イメージ的にはね、なんか僕はね、セカンドサーブを打ってるようなイメージがある。こう、バンって強く打つのももちろん必要なんだけど、はい、強く打つときは、それは厚く当てるときであって、うんうん、無理に厚く当てずに、こう、スライスをかけたり、ちょっとこう、いろんな回転をかけれるようには準備してますね。この形は一緒で、インパクト、あとが、まあ、こうなったり、こうなったり、こう、はい、手首のローテーションが変わってくるってことですよね。はいもう一回やってみましょうか。はい。じゃあ、お願いします。そう、自分の体が、OK、自分の体がぐっと左に入っていいからね、ボールよりも。そう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 。うん、そしたら少しスライスかかると思うんで、打ちやすいと思う。いやー、ナイス。OK、ナイスショー。肩も楽に。打つタイミングが良くなってきた。OK、うん、出していきますか。はい、いいね。もう一回行こ う, 行こう高すぎないで、うん、あれ一回慌てないで慌てないでタイミングもう一回行きましょうかもう一回行きましょう OK ちょっと若干お尻が、まあ、少しこう向く傾向にはありますけどねここが肩がちょっと若干詰まった感じがあると、うん、後ろにこう抜ける傾向にありますけど、まあ、タイミングが今みたいにしっかり合ってくれば、うん、あとはラケットの力でもう持っていけます、うん。まあタイミングがこう早すぎて伸び上がりすぎないっていう、うん、まあここも一つ大事なポイントになってくると思います。すね、はい。ありがとうございます。じゃあこれはね、もう苦手じゃないと。そうです。はい。苦手。まあもちろんね、打つ、ある程度打つことが。ですからやっぱこう、普段の練習の中でも必ず何球かは絶対スマッシュを打っておくっていうことは、ねうん、あの、ジュニアでも一般の方でも女性でもね、必ずやっといた方がいいですよね。はい。はいうんなるほど、そういうことだったのか。以上、スマッシュでした。またねー。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!